名城大学にお願いします。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は名城大学について解説します。今回の動画の流れといたしまして、外観キャンパスその他の特徴という順で解説します。評判や基本情報などをまとめた動画を以前公開しておりますので、興味のある方はそちらもご覧ください。1つ目、外観といたしまして、愛知県名古屋市に本部を置く日本の私立大学と、1926年創立、1949年大学設置となっています。かなり昔からある大学ですね。大学の略称は名城、名城大と。皆さんご存知の通り偏差値の高い大学です。二つ目、キャンパスといたしまして、こちら5つあります。主に使うのはこちらの天白キャンパスですね。名古屋ドームキャンパスを使う学部も3つぐらいあるので、そこは確認しておきましょう。三つ目、その他の特徴といたしまして、こちら紹介します。著名な研究者として、オイル LED の開発者、カーボンナノチューブの開発者、ニュートリノ振動の提唱者の一人、アダム・スミス研究の世界的権威、リチウムイオン電池の開発者などが挙げられるとめちゃくちゃすごいですね。なお、この二人は名古屋大学を退職後、名城大学に再就職した経歴を持つと、またノーベル賞受賞に関連した多くの研究施設を有していると。要するにですね、研究においてはかなり優れた大学ということです。大学院まで進もうと思っている人にとっては、研究の実績とか研究施設の充実度、こういったもの非常に重要になってくるので、そこは確認しておきましょう。はい、この動画では名城大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は東京外国語大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。